してる感じしますね。そうですね、はい、まさに K1 を背負っての戦いが始まります。右のミドルキックから来る青いグローブのペンダムです。手で重いですね。そうですか、マサトさん、くしくも去年に続いてムエタイになったんですね、相手が。そうですね、去年もあのミドルキックもらってタケルの手真っ赤になってましたからね、はい、でマサトさん、タケルは拳骨折したんですよね、ヨッキサダー戦で。そうですね、はい、左のフックから右のロー、対角線の攻撃を出してきます。結構早いですね。ですね、佐藤義久さん、どうですかこの相手。うわ、右オーバーハンドのフック。そうですね、まあ、でも初回から結構積極的にいってますよね。そうですね、タイゼン結構1ラウンド目見るんですけど、結構圧力もしっかりかけてかなり好戦的な選手ですね。ハイ、ね、キック、タケル、このインローがいいんですよね。このインローで削っていってパンチ当てるんですね。なるほど、そのタケルが話すには K1 向き、ヨーキサードよりは K1 向きだと話してました。右のフック、空を切ります。ああ本当ですね、はい、インロー全部入りますね。入りますね、相手のインロー入らないですもんね。そうです、うん、梶毛さん、あれが起点となっていろんな攻撃出せるわけですね。ストレートから右のローキック出してきた、うん、そうですね、やっぱり左のジャブからインローか、うん、左のミドルからっていうので間合い取って、そうですね、距離取って、うわー、ダブルできた。ーローキックちょっと効きましたね。で こんな早くダブルで打てないですからね。そうですね、これ逆に下がってますね、下がらせています、タケルの方が。効いてますよ、効いてますよ。前蹴りも変わらず、バーリングで流した、ボディ顔面振ってくる、右のフックです。いや、早いな、やっぱりタケル君は。右のフック飛び込んできました。ミドルキックもガードしてます。で、一茂さん、前も支配してますね。いや、もうちょこんちょこんが効くんですよね。いや、もう痛いですよ、これ、うん、あ、そうです。だってカットできてないもんね、ちゃんと。できないですね、佐藤さん、はい、ムエタイ選手にカットさせないってすごいですね。いや、カットできてないもん。逆にあのタケルがペッタムのミドルをしっかりスネでカットしてるんで、あの去年よりもディフェンス能力また上がってますね。あ、そうですか。まだ成長してますよ。あの、ヨーキサダー戦があったからこの戦いさらに有利だって話しましたね、はい、冷静ですね、タケル選手は。圧力すごいですね。またローキック、下から崩していきます。インドを回る、効いた、効いた、インドを効いた、来ました、来ました、ね、右振ってきます。インペンダム、さあ、これもタケルの KO パターンですよ。そうですか、さあ、だんだんとセットアップされていきます。いつ強いパンチ放つか。すごい、いいダブル、うわー、ダブルできた。これも左フック、空を切ります。ハイキック来た、チャンス、逆に左フック、これはダッキングでかわしています。ペンダム前蹴り、これを嫌います。すごいですね、こんなに。うわー、右にさー、左フック追っていく、効いた、なんです、2入りましたね。テンプルですね、効いた、耳のあたりじゃないですか、後頭部近いところで。そうですね、さあ、一つのダウン奪いました。しかし残り時間がほとんどないところ、第1ラウンド終了です。すごい、素晴らしい。さあ、一茂さん、どう見ましたか、1ラウンド。もう技術が素晴らしいですね、技術、スピード、もうあれだけ下意識させてたらそれは上入りますよね。ですね、うん、関根さん、あの連打すごいですね。いや、なんか凄まじくなってますね、タケル、前より強くなってる、ちょっと凄みが感じましたね。怖いですよね、やっぱり昔の55キロの頃より、はいはい、体重を上げて、普段の体重が55キロの頃より軽いらしいですね。普段64キロぐらいで徹底してるらしくて、そうなんだ、だからやっぱりそうなると体脂肪も減ってるわけですよ。なるほど、そうするとキレが増すんですよね、すごいね、まあ、スーパーバンタム55キロのチャンピオン、そして 57.5 キロフェザー級のチャンピオン、現在はスーパーフェザー60キロの頂点がタケルです。久松さん、はい、ちょっと怖いことですね。そうですね、あとスピードが速すぎてスローで見るのでちょうどいいぐらいですね、うん、本当に。さあ、佐藤義弘さん、はい、これタケルもちろん倒しに来ますね。そうですね、もう決めに来るんじゃないですかね。非常に落ち着いた表情なんですね、タケルの方が。もう気負いすぎてない、階級を上げてさらにスピードもアップしたような気がします。そうですか、確かに速くなって、右ペッタンも勝負きましたよ。細かいパンチ、ペッタン出してきます。ハイキック見えています。これもダッキング、スウェーバックで逃しました。ペッタもこのまま前に出ないとやられると思ったんですよね、天下を膝でのこの作戦しかないですよ。もうないもんね、出なきゃ負けますからね、うん、出ないとね。となると正人さん、またチャンスは広がりますね。いや、もうこう打ち合いになったらもう竹のパンチの方が、これハンドスピード、恐るべし。今は後頭部効いた、側頭部効いた、すごい鬼の形相の竹、左フック、あ、入った、右、いつ倒れる、いつ倒す、
何パス入りました？すごかった。1ダースですよ。どうすか、一茂さん。すごい。すごいですよね。異次元の強さ。このやっぱヘビー級にはない面白さがありますよね。この階級でこのコンビネーションはもう考えられない。すごい。これペンタムがまだ立てません。いやというか意識が戻りません。だってもう無駄なパンチ一発もないもん。全部入ってるもん。あれだけ打っててですもんね。でガードの上からも効かしてるし、もう全部ですよ。ボディもまともに入っちゃってるし。そうですね。これは相手はかわいそうだわ。いや佐藤義弘さん、はい、すごかったですね。そうですね。これはペンタム全然弱くないですからね、かなり強い選手ですよ。2ラウンド目ね、ちょっとね、押し気味で来て前詰めてきて、あれと思った時があったけど、ね、見事に挽回しちゃったな。ここからもう1ダース入れてきた。これはすごい。全部ヒットしてますもんね。全部ヒットしてる。関根さんどうですか。すごいな。全部だもん。タフだね。でもタフですね。タフだけにダメージ深くなっちゃうね。深いですねこれは。もうチョムチョムのように相手の体が倒れそうになると、そちらからパンチ。